ひだ氏は、ひだを、氏の名とする日本の氏族。飛ひだはひた、ひだ、あきら、ひだ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 、ひでん、ひたなどとも表記する。著名なものとしては、と氏し流のものがあり、代々武家として、鎌倉幕府、室町幕府を支えた後、織田信長、明智光秀、豊臣秀吉、北条氏康、徳川家康の家臣として使え、江戸時代には、 旗本もと幕閣として、徳川幕府中枢を支えるとともに、尾張藩、三戸藩、高松藩の家老を輩出した。また幕末には、憲兵施設一行として、関林丸で渡米するなど明治にかけても活躍し、新政府の下で、文明開化に貢献した。古都竜も多く、美の国と時に飛騨を発祥とするものを含めて、大きく、北国像、飛騨宿根、万州飛騨市、 美野日出し、樹州日出し、とうとう美日出し、日田国造日王の詩などがある。また、日出し、日出し、秘伝詩、日出し、氷出し、引田詩、木出しも、同族の可能性がある。なお、九州の日出しは、文豪大蔵詩のことであり別系統。家門は、時義経、気経、丸に気経、片笛、三つ、かしわ、丸に、剣花菱、丸に、 ふとし9枚笹、3つ、聖方ば味噌などがある。2008年現在、日本に1849世帯の日出せがあり、岐阜、中京、関西圏が多いものの広く、日本全国に分布している。首都圏を除きおもだった地域では、常な市に87世帯、かにし48世帯、と市し45世帯、 鴨モ軍42世帯、イ水ズ軍31世帯1、1%、加藤氏、西脇氏12世帯となっている。類寿府、戦勝に、後方5年、天禄4年、英雄2年に、日だすくねこれの部が見え、長や軍災巻16に、左少な氏、日だすくねと見える人物と同一人物と見られる。この日だすくね世の一族は古代日だ国の豪族であった。 北国像の光栄とする説がある。現在の岐阜県と岸、飛騨町を発祥の地としているが、歴史の流れとともに京かえかに飛騨市、尾張飛騨市、伊勢飛騨市、中津川飛騨市、大見飛騨市、江戸飛騨市が確認されている。家紋は、時義京、丸に儀郷。母大寺は、臨済宗明新寺派天福寺。時宗家五代、時来園の岐阜長森移転に伴い、かに市へ移転。 日田氏は、時明治家や時石ヶ谷家と共に、足利将軍家暴公衆を務め代々将軍から、返記を受けていた名族で勇猛豪丹で知られる。しかし応仁の乱前後より、足利将軍家や時宗家が弱体化し、明王四年の船田の乱では、石丸方について敗北したために、日田氏は、急速に弱体化し、 工事二年の斎藤義達挙兵により死産し、織田信長や明智光秀に仕え、その後、徳川家康に仕える。源頼光。源国房。源の後期。時光光一。高校二時朝の光寺。工場三時光坊。八屋定近頼貞定四飛田光康。原氏親。 よりきよ来園後日田有光時日田氏日田現場義直系で明智光秀信日田大東側屋の性質が東濃中津川に定住し中津川日田氏の祖となる時日田氏系で時日田三郎太郎を守る国が伊勢主五代となり伊勢へ移住した織田信長豊臣秀吉徳川家康に使い終わり大名言吉直付属となる孫左衛門家は。 尾張徳川家の城代画廊を拝命する菩提寺は、正秀寺、菩文左衛門飛菩与左衛門が、織田信長の命により、小谷へ移住。大見田氏の祖となる。菩提寺は、小谷寺。武蔵国埼玉郡、和佐国を治療し、徳川幕府の旗本あるいは幕閣として、江戸に居住した。家紋は、丸に帰郷。菩提寺,寺、牛込総竜三松源寺。 日田浜五郎発祥は、伊豆国田方郡、日田村であるが戦乱を避け伊豆国鴨郡や幡の村へ移住した。時計説では、時日田来光が、官能三年、伊豆守に任ぜられ次男、日田次郎を守護代として、日田村に定住させた説がある。また、伊豆の古代豪族伊豆国像の系統の値師子孫、日田すくねの子孫説がある。 平安期に発祥地に居住し、飛だしを称し、在庁官人となる。その他、藤原時代を築いた畑氏の、旗が、飛だに転化したとの説もある。北条氏直に仕え、一旦機能した後に、徳川家康に仕え、水戸徳川家の家老、高松藩家老を務める。幕末明治期に活躍。藤原北家年一流家当主の流れを組む遠山氏の、支流で、家門は、 三つ、聖方場未噌。現在の兵庫県加藤市社を発祥の地としている。張馬国広野を治めた、左だり実道が始祖。どんや郎ろ園大らと、ただ八女との長男、ただ八一郎ろうが後によりと改名し、源義経より、とい、ただのそれぞれの一字を取り結んだ名字を進められ、左だり実道と改名したことから始まる。ありがとうございます。